矢部達也は、日本のバイオリニスト。東京生まれ。5歳より、鈴木鎮一才能を教育でバイオリンを始め、1978年より、江藤俊也に指示。1989年、東方学園大学ディプロマコースを終了。同年、東京国際音楽コンクール室内楽部門優勝、斉藤秀夫賞、朝日ビール賞を受賞し、 斉藤記念オーケストラに初参加。1990年、22歳で東京都交響楽団のソロコンサートマスターに就任する。1993年、ジャパンチェンバーオーケストラのコンサートマスターに就任。1995年、第5回出光音楽賞を受賞。1996年5月、デビュー CD、ソットボーチェをリリース。 1996年、村松賞、第1回ホテルオークラ賞を受賞した。2004年4月、上野学園大学音楽、文化学部の教授に就任。ソリストとして、これまでに、朝日奈隆、小沢誠二、若杉博フルネ、クレイ、デプリースト、インバル、ベルティーニなどの指揮者と共演している。また、リサイタルでは、1999年から2000年に、 バッハの無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータ、全曲演奏会を行った。ピアニストの横山幸雄、田辺京子らと共演を重ね、室内楽においては、ムスティスラフロストロポービチ、ヨーヨーマラと共演、キタラホールカルテット、京都アルティ弦楽四重相談の一員として、活動している。1997年、NHK 連続テレビ小説。 アグリのタイトル曲のソロ演奏を担当。1999年11月、江森徹が主催する、ことの葉コンサートシリーズで、川端康成生誕100年記念、朗読とバイオリング演奏による、川端康成の世界に共演。2003年12月、NHK テレビ放送50周年記念ドラマ、川、いつか、海へ、の音楽演奏を担当。 2004年、松本隆弘が東京都交響楽団と共演したことをきっかけに、松本の CD、ハウス・オブ・ストリングスに参加。ありがとうございます。